カウントバック非常に大事な18番になってきました。リンゴルフのトーナメントはカウントバックなので最終ホールの成績が非常に賞金に額を変えてきます。特に18番は400ヤードと長く難しい設定になっています。ちょっと右に老け気味でしたが距離は出ています。大事な18番フェアウェイど真ん中、ナイスショットです。フェアウェイ、いやラフ左、キックで多少戻ってきました。下が右は広いので問題ないと思います。右フェアウェイ右です。大島選手微妙な木の後ろでスイング邪魔にもなりません。そのまま打たなくてはなりません。レイアップしました。勝負の第2打。ドローがいい感じにかかって届くか。あ、グリーン右奥にオンしたような感じがします。さあ正田選手も大事な2打目。スムーズなスイングから筋ってますが距離は、おお、ナイスショット、ナイスショット、もしかしたらバーディーチャンスです。大島選手レイアップからの第3打目です。筋いってます。ナイスショー。杉原選手ロングヒッター、少々情報不足で、右の池まで届いてしまいました。なかなか右の池に、この池に届く女子選手はいませんが、第3打目になります。ピン左に向かって飛んでますが飛距離がナイスオンです。ちょっとバックスピンで戻ってしまいました。ちょっとオーバーしました。さあ正田夢乃選手バーディーパットになります。難しい18番、見事に2メートルに寄せています。これが入ると入らないでは賞金の額がかなり変わってきます。読み切るか、おお、ナイスバーディー、バーディーバーディー17、18、上りの膨らみ、おー、惜しい、入ったと思った。下りのストレートパットになると思います。難しい18番のパットでした。残念ながらダボにしてしまいました。
河村選手超大事なパーパットです。ナイスパー、ナイスセーブ、ありがとうございました。お疲れ様でした。セガモモカです。今日は73ワンオーバーでした。まあ、後半ちょっと良くなってきたんですけど、ちょっと前半でちょっと自分の距離感とちょっとコースとがマッチしてなかったので、ちょっとそうですね、寒かったのもあったんですけど、コースにもうちょっと対応して次は優勝狙えたらなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございました。西山美希と申します。よろしくお願いします。今日はスコアは76ですけど、最後はこのぐらいのバーディーパットをしっかり決めていい終わり方ができました。今日1日来年に向けてちょっと新しく取り組んでいることを試しながらのラウンドだったんですけれども、いいイメージで、スコアはともかくいいイメージで上がれたので良かったです。また来年もいい年にしたいと思いますので、よろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。西山美希でした。はい、新田劇団です。今日は76でした。ショットが急に崩れてしまって、普段と違うミスがあったんですけど、後半少しずつ立て直すことができて76だったんで、今年も終わっちゃうんですけど、来年に向けて冬はまたトレーニングとスイング改造頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。来年もぜひ参加して頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ポイントランキング上げてアメリカ来てください。はい、アメリカ行きたいです。はい、竹内未来です。竹内、僕も竹内です。あ、こんにちは。あのスコア71だったんですけど、おー、ナイスラウン。いやー、ボギーが4つ打ってしまって、簡単なアプローチでまたこうミスだったので、あと反省点として17番のパー5で完璧に刻んだと思われたんですが、完璧にもう池のど真ん中に入ってしまったんですよ。おセカンドショット、はい、おレイアップミス、レイアップミス、はい、で知らないコースだったんで、はい、やっぱり練習ラウンド必要だと思いました。なんかついてなかったかな。17番は特にちょっと知らないと、痛いホールだったんですよ、うんうん、で取ったらなんか2アンダーになって、うん、なんかあの特にカウントバックだから、うちは次回はぜひぜひ、次回も一応ここで決定、3月2日で決定したので、もう分かったので、はい、次こそ優勝したいと思います。はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。久宮若菜です。今日は、72でした。おナイスラウンド、ありがとうございます。反省点はちょっとショットが乱れていたので、バーディーチャンスに持っていくことがあまりできませんでした。今後に生かしてまた練習したいと思います。また来年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、森本遥です。今日は77でした。今日は全部悪かったです。全部悪かった。はい、じゃあ次回頑張ってください。はい、ありがとうございます。3月2日なんでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、小山萌子です。82打ちました。でも普段は試合出てないんですけど、1年ぶりに試合出てちょっと緊張したんですけど、後半を37で回ることができました。ありがとうございました。次回頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。伊藤よしこです。今日は88でした。今日パターすごく悪くて、これを機にパターを一生懸命練習します。わかりました。次頑張ってください。ありがとうございました。柳沢好美です。今日は85回でした。いろいろ練習してまた頑張りたいと思います。はい、来年も頑張って出場してください。ありがとうございました。お疲れ様でした。高久優奈です。今日75回でした。12月に入ってちょっといろいろ自分の中で今後変えていくためにいろいろ調整している中で、今回試合に出て、まあその中ではまあまあやれてる方なんですけど、最後やっぱり優勝したいと思ったんで、あのロングホールセカンド狙っていったりして、ちょっとミスで、まあ、攻めた結果がダメだったんですけど、まあそういうのも含めて今回前向きに考えられるようなゴルフができたのかなって思います。はい、お疲れ様でした。また来年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、竹山ひろです。今日は83でした。すごく難しかったです。また頑張ります。来年もよろしく。頑張ってください。お疲れ様でした。
竹本里奈です。今日は79でした。また次頑張ります。反省点は反省点は、コース戦略ですね、はい、じゃあ、1回やったんで次は大丈夫でしょう。はい、OB とかやっちゃったんで、はい、次は、はい、コース頑張ってください。頑張ってきます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。久村ほのかです。今日は1アンダーでした。おお、素晴らしい、ナイスラウンドなんかトップが2アンダーって分かってたんですけど、うん、なかなかバーディーパットが入らなくて、ちょっとがっついちゃってギリギリパット出たみたいな場面が多かったので、今度出させてもらうときはしっかり抑えながら頑張ってください。守りは、はい、18番はここですか。はい、パーです。パー、カウントバックだからパーは大事だよ。あ、そうです、まあ最後のちょっと入ってくれてたらよかったなって思ったんですけど、はい、来年もよろしく頑張ってください、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。金原リリカです。今日のスコアは75です。もったいないミスとかをしてしまったので、そういうところを次はしないように頑張っていきたいと思います。はい、次回もよろしくお願いします。3月2日です。頑張ってください。お疲れ様でした。